きっかけは主演での一言であった。酔いを得た孫権が放った何の気なしの問い。孫武の治癒を代表する歴代の都督、その随一は誰か。当の4人の都督を含め、初めは皆笑って相手をしていた。酔った孫権のことである。明日の朝には忘れていよう。だが家庭や冗談を重ねていくうちに話は白熱。途中からは孫権を置き去りにして激論が繰り広げられた。そして最後には実際に戦ってみればよいという話で決着。孫権を立ち会人とし、4人の都督が治癒を競うこととなった。思いがけない機会に胸を高鳴らせる周瑜、ロシュク、リョモウ、リクソン。それぞれの矜持をかけ、今男たちが激突する。周後期、戦場に勝利の調べを奏でん。すまん、私が悪かった。酒の席の方言だ。誰が最も優れた都督かなど良いではないか。いいえ、殿はいい機会をくださいました。内心思っていたのです。実は私こそ最高の都督だったのではないかと。周瑜殿、本音が出ましたな。ですがそれは皆同じこと。我らの実力、そして誰が最高の都督か刮目してご老じろ。若さの勝利、それは間違いありませんね。リクソン、お前俺たちをおっさん扱いか。いえ、先達の皆さんから学ばせていただきます。さあ殿、合図を。ああ、もう好きにせよ。始め。お前たちがこうも互いを意識するとはな。まあこうなった以上存分にやるがいい。孫策と共に江東を制したのはこの私だ。周後期、方針に遅れを取りはせんぞ。勝負の孫、それこそ全ての元いで、まずは将兵らを相手に勝負を示すのだ。ブルーンは我が得意とするところ、100人の勝ちどころに打ち倒してみせん。あなたの相手はこの私です。この機会、格の違いを教えてあげましょう。燃え上がれ。熟した。
勝敗は陛下の常。またお相手願おう。敵将討ち取ったり。さあ、いよいよ徒徳同士力を競う時を。先についた者は策を用いることを許す。俺の方が少しばかり早かったようですが、周瑜殿の身のこなし試させてもらいます。うだ、機は熟知だ。ロシク、兵器が策などとは少子。その連度私に通用するか試すがいい。トトクたる者、身のこなしも重要である。眼前の道なき道を突破してみせよ。ここで最終対決を行ってもらう。中央にある品は先についた者への得点だ。周後金、一騎打ちは最も得意とするところ。いざ勝負だ。経験となりました。敵将討ち取ったり。この守技法を忘れていませんか。最強の徒徳を競うなら俺も参加します。最高のトトク殿だ。見たか、これぞ周後金の実力。この勝利、音曲にして皆に聞かせよう。さすがは孫悟の小帥、熱き戦いだったぞ。これにて対抗戦を終了とする。